仙台湾とは、東北地方の太平洋に面した、宮城県石巻市の押鹿半島黒崎と福島県、相馬市宇野尾崎の間の湾である。海岸線、約1 3 0トル、湾口部約6 8トル。石巻湾と松島湾の市湾を有する。名取市の砂浜仙台湾の海岸のうち、押鹿半島と松島湾の部分は主に、リアス式海岸であり、残りの、 約70キロメートルは砂浜海岸である。仙台湾に流れ込む旧北上川、成瀬川、七北、田川、名取川、阿武熊川等の河川から供給される土砂の量が波浪による侵食量を上回っており、これが長い年月をかけて湾内の海岸を前進させ、中石平野を形成した。5000年前と比べて、 石巻市付近で5 5トル、仙台市付近で3トル、渡り町付近で6トルほど海岸が前進したと考えられている。しかし1965年以降になると海岸の交代も確認された。河川上流部のダムや港湾の建設が影響したと考えられている。七北田川河口の加毛干潟や名取川川口の井、土浦、 阿武隈川川口の鳥の海は河川の流路が繊維してできた石湖でこの砂浜海岸の中にあって得意な環境を作り出している湾内の沿岸流はおおむね石巻市付近で東から西へ仙台市付近で南から北へ流れている仙台湾の沖合には宮城県沖地震の震源ともなっている北アメリカプレートと太平洋プレートとの雪面がありさらに沖合に 日本海溝がある。北上山地と阿武熊高地はプレートに押されてできた、終局山地が侵食されてできたものであるが、これら二つの山地に挟まれた仙台湾の部分では、終局部分が海底にある。そのため、仙台湾は最終表記最盛期には、湾のすべてが陸地となっていたほど遠浅で、現在も水深50メートル以前の遠浅な大陸方が広がる。 石巻湾は、オシカ半島によっても、外洋からのうねりが遮られるため、波が穏やかである。松島湾は、多島の内海となって、波がほとんどない。そのため、サーフィンには不向きであるが、石巻湾と松島湾の砂浜では、小波ブロックがなくとも、海水浴ができる。仙台湾南部は、外洋に面した形状であるため、うねりが直接入って、波が大きい。 このため、昇波ブロックがない場所では、海水浴が禁止されている一方で、サーフィンには適した地域となっている。主な漁業資源は、カレー、マーナゴ、アカガイ、ホッキガイ、ウニ、カキなどである。松島湾のマガキの養殖、仙台湾南部の海苔の養殖も盛んである。季節により、潮干狩りを楽しめる場所がある。湾沿いに点在している湿地は、全体で、 日本の重要湿地500の一つに選定されている。東日本大震災の影響で、仙台湾南部に広く泥が堆積したたことにより、ガザミの生息数が急増し2015年には全国一位の漁獲量となった。芸類が豊富なのも特徴で、春から夏にかけて、ザトウクジラやシャチなど数多くの種類が現れる。また、湾内では、 ミンククジラを対象とする調査本芸が行われている。仙台湾には、縄文時代早期紅葉以降、多くの貝塚が営まれた。貝塚からは、大型のマグロの椎骨等が出土し、外海にいる魚類も、漁労の対象となっていること、また多数のリアタマモリが出土することから、月ん防漁が行われていたことは確実であり、大型の丸木船、あるいは原則に側板を重上げした。 いたつずり船の存在が想定されている。石巻市南京貝塚や東松島市、里浜貝塚、七ヶ浜町大木囲い貝塚等の継続性の高い巨大貝塚からは、板穂垣等の貴重な南海産貝類によって作られた腕割類が少なからず出土しており、交易の拠点となっていたことが知られる。こうしたことから、仙台湾における縄文貝塚の拠点集落には、 大型の船を経流する施設が付属するものと考えられている。古代には、道の区国府、多賀城の外交として、塩賀松が発展した。塩賀松は、松島湾内の南部に位置する現在の塩賀市にあり、歌枕となるのみならず、道の区国の一宮である、塩賀神社などが置かれ、この地域の重要な港であった。十世紀半ば頃、道の区国府は、 現在の仙台市宮城の区、岩切あたりに移ったとみられ、多賀国府と呼ばれるようになる。この場所は、奥大道と七北田川が交差する交通の要衝であり、五日、市場や冠や市場という定期市が開かれていた。この頃の七北田川は、現在の七ヶ浜町南端に向かって流れていて、その下高校として、港浜があり、七北、 た川を使った襲運が行われていた。しかし、港浜が外洋船を入れることができる港だったのか、詳しいことは分かっていない。一方、この頃の潮がまつわる寿司の文書に見られることから、港としての機能は維持されていたと見られている。他方、石巻は平安時代から太平洋側の海運と北上川水運の結節地として機能していたかもしれない。 欧州藤原氏が栄えた平泉の遺跡で東海地方で作られた厚み用や常の焼きが大量に見つかっている。これらの輸送路について陸路では困難であるから太平洋と北上川を使った周運によるものだろうと推測されている。もっとも当時の北上川本流が石巻に注いでいたのかといった不確定の要素もある。江戸時代になって 伊達政宗が仙台に居城を築くと、仙台湾内にある複数の港が、仙台藩の外交としての役割を担った。名取川川口の揺り上げは政宗が仙台海婦以前にも用いていた港で、仙台海婦後は、仙台の城下町が、名取川支流の広瀬川近くに作られたことで、城下郊外と直接つながる港になった。阿武隈川には、川口北側に、 釜崎港、南側に荒浜があった。両者もに米の積み出し港であり、釜崎港には仙台藩の米が、荒浜には伊達郡や忍郡、米沢藩の米が集められていた。北上川川口の石巻は仙台藩の政策で1622年に米蔵が設置され、これ以後、主に江戸へ向けての開米の集積地、積み出し港として発展した。 この頃は、白石宗直や川村重吉によって北上川の治水工事が行われ周辺の開墾が進んでいった時期でもあった。石巻には仙台藩の蔵だけでなく森岡藩の米蔵も建てられ、成瀬川と北上川流域各地から米が集まった。江戸時代前期に水運のための運河が仙台湾沿いにいくつか作られた。 最初に作られたのは、名取川川口と阿武熊川,川河口を結ぶ木 A 堀で、ある。昭和年間に完成していたのは確実で、おそらく元那年間頃に作られたと推定されている。木 A 堀の完成によって阿武熊川水系と仙台城下が結ばれることになった。木 A 堀の名はここを使って、木材を輸送したことに由来するものと推測されている。次に改作されたのが、 塩釜と七木忠川河口の河を結ぶ船入り堀である。船入り堀は漢文年間に竣工したと考えられている。この頃までに七木忠川は現在に相当する流路に付け替えられ、河口が港浜から河に移っていた。水量の問題から船入り堀は七木忠川に直結せず、ここで船にが積み替えられることになり、河が交流した。 船には、カモから七北田川を鶴巻まで遡り、船引き掘りに移され、原町まで運ばれた。こうした、運河整備の背景には、当時の輸送物量の著しい増大があると、考えられている。一方、運河の整備によって、船にが素通りすることになった塩釜は、それまで船にの輸送で得ていた、打賃収入がなくなり、一時衰退した。しかし、 仙台藩がこれを問題視し、1685年、船にのうち承認荷物と五十周物、材木の塩釜への荷上げを義務付け、さらに海域の免除や芝居や死の開催を認めるなどの特権を塩釜に与えた。これによって、塩釜は森高を取り戻すことになった。1876年天皇巡行の折、これに愚部していた、当時の内務卿。 大久保利道が松島から石巻にかけて視察した。大久保は、この頃、東北地方の振興を考えていたと言われる。ノビルに近代港湾を建設するのが良いという、オランダ人義士コルネリス・ファンド・オールによる調査報告を受け、明治政府はノビル筑港の建設を決定した。計画は、成瀬川川口に内港を設け、宮戸島の選挙法外港とするものだった。 まず内郷部の建設が進められ、ナルセ川川口の東西2本の防波堤の構築、新ナルセ川の改札お及び新市街地の造成が行われた。同時に、ナルセ川から北上川川口の石の巻に至る北上運河の改削と、ナルセ川から松島湾を結ぶ東名運河の改削も進められた。またこれとは別に、宮城県が綺麗堀や船入りを活用して、 松島湾と阿武熊川川口の間の運河整備を進めていった。これが完成すれば伸びる地港と岩手県の北上川水系、宮城県の仙台平野の主要な水系、及び福島県の阿武熊川水系が結ばれるはずだった。しかし、1882年に内港が落成し、北上運河と東名運河の改作も完成したものの、1884年台風による、 波浪により一よにして、河口の特定が破壊され、修復や外交の建設が行われることなく伸びる筆工は放棄されることになった。それでも宮城県による運河整備は1889年まで続けられ、低山運河として竣工した。この頃、日本国内で大型機船による航路がいくつか開設されていた。1881年横浜と函館の間で、 定期船が運航を始めると、オシカ半島西部にある小木の浜は、その気候地となった。小木の浜は1万トン級の船が入るのに、十分な水深があり、なおかつ波風の影響が少ない天然の良好だった。石巻や塩釜とも小型船で連絡し、小木の浜は、中継地として繁盛した。しかし、鉄道が普及するとこの航路は不定期航路になり、大正時代には、 小木の浜への寄港はなくなった。一方、お鹿半島の南端にある愛川に1906年東洋漁業が事業所を置き、捕鯨の拠点とした。この時、愛川の漁師には解体されたクジラの内臓陶器による海洋汚染を心配して、東洋漁業の進出に反対する者もいたが、東洋漁業が村に毎年300円の寄付をするという約束もあって、 相川は東洋漁業を受け入れ、この寄付は村の小学校の財源となった。これ以後、相川は日本が商業捕鯨を停止する昭和末期まで捕鯨基地として栄えた。また相川は江戸時代から霊場である金華山へ向かう旅人の経由地でもあり、明治から昭和にかけて定期船の発着地、または寄港地になっていた。 現在でも、アイカーと金華山の間に、定期船が運航されている。ノビル畜港の建設が頓挫した後、宮城県は政府に、近代港湾整備を、しばしば要望し、立地調査が繰り返し行われた。春節技術の進歩があり、塩釜港が、整備可能と判断され1910年に、第二次港湾に指定された。それまで200トン未満の船舶しか入港していなかった。 塩釜港は1925年には1000トン級船舶が入港できるようになり、さらにその後の春節によって5000トン級の船舶が入港できるようになった。1928年にはすでに運航されていた気仙沼、釜石方面の航路に加えて、釧路、函館との間に定期航路が開設された。戦後になると、 塩釜港はそれまでの商港としての機能に加えて工業港と漁港の機能も整備されていった。石巻港は明治時代からの北上川河口に堆積する土砂の問題と川口港であるがゆえの拡張性の限界の問題を抱えていた。石巻市は1940年代後半からこれに変わる新港湾の建設を模索し、また宮城県も石巻に 工業校を設置する構想を持っていた。立地の選定や予算の問題もあったが、北上川川口から西方の鎌地区に掘り込み式の工業校を建設することが決まった。1960年に建設工事が始まり、1964年に重要港湾に指定され、1967年に開港した。港湾後輩地には石巻に戦前からあった。 製紙業に加えて、主に軽工業の工場が立地した。その後、福港として、日張の地区に日和港が計画、設置された。1960年、池田隼人内閣が所得倍増計画を打ち出したことを背景に、1964年仙台湾地区が新作業都市に指定された。この中で、仙台市東部の海岸に掘り込み式人造港の、 仙台港の建設が打ち出され、仙台港は重化学工業が集積する工業港となることが想定されていた。1967年に建設が開始されたが、建設中の1969年に仙台港へのフェリーフ島設置が中央公安審議会で決定され、また東京湾に集中する物流の緩和を目的に仙台島に総合的機能を持つ、 国際貿易港を作るという閣議決定がなされるなど当初の工業港としての計画は変更された。こうして工業港と商業港の機能を合わせ持った港湾として仙台港は1971年に開港した。港の港配置には火力発電所や石油生成所、ガス工場などが立地し1973年に 苫小コ港と名古屋港と間にフェリーが就航した。2001年には特定重要港湾に指定された。高山外国人避暑地前にある小豆浜サーフスポット港の拡張工事で埋め立てられる仙台港サーフスポット主なサーフスポットは仙台市の仙台港、深沼海岸、渡り町の荒浜である。以前はどこの浜辺にも車で侵入可能であったため、 仙台湾南部でサーフィンを楽しむものが見られた。現在は無料駐車場があり、海水浴客に危害が加わらないこれら3つの地区に集約している。仙台港ではプロのサーフィン大会が毎年開催されている。アマチュアの大会は、渡里町の荒浜、七ヶ浜町の小武前海岸、名取市のゆりあげビーチで開催されたことがある。仙台湾では、 南東から入るウニリによる直接波と太平洋に突き出した防波堤の反射波が合成され防波堤南側で大きな波となる傾向がある。仙台港、荒浜、揺り上げビーチの3カ所はこの合成波が起きるサーフスポットで仙台港の防波堤が最も長く太平洋に突き出ているため仙台港の波が最も大きい。仙台港は七北、田川、 ゆり上げビーチは、名取川の河口に近いが、ゆり上げビーチは、防波堤の北側に河口があるため、河口にはあまり影響がない。仙台港は、防波堤の南側に河口があるが、防波堤からやや離れているため、中間の福井前と言われる場所が最も河口が大きいと言われる。ありがとうございます。